2002年、愛知県名古屋市のあるスナックで、この店の経営者の女性が変わり果てた姿となって発見されました。反省することを知らない、まさに悪人と呼ぶにふさわしい犯人が起こした身勝手極まりない事件について追っていきます。事件は2002年3月14日朝8時40分ごろ、愛知県名古屋市中区栄4丁目の雑居ビルにあるスナックを訪れたこのビルの管理人の長女が亡くなっている女性を発見したことで発覚しました。発見されたのはビル3階に入るスナックパティオの経営者である千葉春江さん、当時61歳でありました。千葉さん発見に至るきっかけとなったのは、千葉さんが帰ってこないことを心配した内縁の夫が14日朝7時30分ごろにビルの管理者に連絡を入れたことでありました。内縁の夫からの連絡を受け、管理者の長女が確認のために店内に入ったところ、倒れている千葉さんを発見したという経緯でありました。通報によって駆けつけた警察は、亡くなった千葉さんの首にカラオケマイクのコードが巻かれていたため、事件と断定して捜査本部を設置。犯人の特定とその行方を追う捜査が始まりました。また司法解剖の結果、千葉さんは14日深夜3時から朝8時30分までの間に窒息が原因で絶命したことが判明します。現場となった店内には使用済みのグラスが2個ありましたが、指紋は検出されませんでした。これらのことから警察は、犯人は接客中の千葉さんを襲って手にかけ、犯行後にグラスなどの指紋を拭き取ったものとみて捜査を進めていきました。一方、事件発覚翌日の3月15日に10時30分から23時45分の間に、愛知県名古屋市八田区の居酒屋において一人の男による無銭飲食及び窃盗事件が発生していました。男はビール2本を含め5300円相当の飲食物を注文しながらも、その支払いをせず、その上経営者の所持金5万9000円と伝票9枚を奪って逃走したのです。逃げた男を追う警察は、男に提供されたビール瓶に残っていた指紋から一人の容疑者を割り出しました。その男こそが当時52歳の武藤啓樹という人物であったのです。武藤は過去にも類似事件を何度も起こしており、さらには殺人の前科もあったため、警察はすぐに武藤を指名手配しました。そして翌日の3月16日16時30分ごろ、名鉄金山駅付近を捜索していた捜査員によって武藤が発見され、任意同行しています。警察は武藤について、熱田区の無銭飲食と窃盗だけでなく、千葉さんの事件についても関与していると睨んでいました。武藤が過去に犯した殺人の手口と千葉さんに対する犯行が類似していたのです。そして取り調べで武藤を厳しく追及したところ、武藤は金を奪う目的で客を装って店内に入ったが口論になり殺害したと犯行を認める供述を始めました。この自供を受けて武藤は強盗殺人で逮捕され、事件の全貌が明らかとなっていったのです。一体千葉さんと武藤の間で何が起こっていたというのでしょうか。武藤は1950年に長野県須坂市の青果店を営む家に3人兄弟の次男として生まれました。武藤は快活な少年でありましたが、たちの悪い癖があり、必要のない寿司の出前を頼んだり、予定のない宴会の予約を入れたりするといった虚言癖がしばしば見られたのです。そして父親に厳しく叱られると、武藤は泣きながら謝るのですが、同様のことを繰り返していたようです。そんな武藤は中学卒業後に独立し、それからは住居や仕事を転々とする生活を送っていました。自立し自分で稼いで生活を成り立たせているのなら良かったのですが、武藤の場合は違います。20代半ばから無銭飲食や窃盗を繰り返すようになり、刑務所に出入りをするようになっていたのです。1974年に陸上自衛隊に勤めていた時には、財布を落としたなどと嘘を言って金銭を騙し取ったり、財布を盗んだりしたことで懲戒免職になっていました。昔から変わらず虚言癖があったようです。さらに武藤が32歳であった1983年2月には、宿泊していた旅館の女将を口論の末に手にかけるという殺人事件までも起こしていました。電気こたつのコードを使って女将の首を絞めて命を奪った後、動かぬ女将を押し入れに隠して遺棄した上に現金を奪って逃走したのです。この件で武藤は10月に懲役15年の判決を言い渡され、長期の服役生活を送ることになりました。しかしこの刑期を終えてからも、武藤は相変わらず窃盗や無銭飲食を繰り返しています。結局3件の窃盗と1件の詐欺で懲役2年2ヶ月の判決を受け、実に5回目の服役生活を送ることとなったのです。
そして2002年1月14日に出所した武藤は、定職に就くこともなく、サウナやカプセルホテルを渡り歩いていました。仕事をしていないのですから、当然時間が経てば所持金は底をつきます。武藤は出所した直後の2002年2月8日から3月5日頃まで、金がなくなるたびにスナックや居酒屋で無銭飲食や窃盗を繰り返していました。以前服役に至った犯罪をまた繰り返していたのです。そして迎えた3月13日、サウナで過ごしていた武藤は懐が寂しくなったため、スナックで売上金を盗もうと考えます。スナックの店員から客としての信用を得るために、わざわざ小道具として偽の名刺を作成し、サンプルの携帯電話も用意したのです。こうして準備をした武藤は窃盗に入る店を物色していきました。ここで武藤は人気の少ないところが良いと考え、名古屋市中区栄4丁目にある雑居ビル3階のスナックパティオに目をつけたのです。この雑居ビルは女子大工事や栄ウォール街と呼ばれる繁華街の一角に立っており、地下1階地上5階建てで10軒ほどの店が入っている建物でありました。そして23時ごろ、武藤がスナックパティオを覗くと、他に客はおらず、経営者の木場さんが一人でボックス席に座っていました。武藤が営業時間を尋ねたところ、千葉さんは店は24時で閉店するとの返答をしています。金を持ち出すのには時間が足りないと思った武藤は一旦店を出ようとしましたが、千葉さんに時間は気にしなくていいと引き止められたことで、武藤はそのまま入店しました。パティオと同じフロアにある店舗の経営者は、客が少ないから閉店しようかなという愚痴を千葉さんから聞いており、いつも千葉さんは24時には店を閉めているのに、この日は遅かったと証言をしています。普段千葉さんは一元客を入れない方針であったそうですが、不況で売り上げが落ちていたため武藤を招き入れてしまったのかもしれません。しかしまさかこの招き入れた人物が犯罪を企てているとは思わなかったはずです。カウンター席に座った武藤は画廊関係者の安藤と名乗り、隙を作らせようと千葉さんにもビールを勧めてトイレに行くように仕向けました。しかし千葉さんはトイレに立つどころか全く隙を見せません。その上、千葉さんは武藤との会話中に、うちは本当は一元さんは入れないのよ、うちは身元のはっきりしたお客さんばかりよと何度も繰り返していたといいます。さらに武藤が長野県出身だと告げると、長野県の人にはいい感情を持っていないのと尺に触るようなことばかりを言ってきたといいます。武藤は千葉さんの接客態度に内心腹を立てていましたが、金を盗み出すためにお世辞を言ったりして我慢していたそうです。しかし日付が変わり14日の深夜1時頃になっても千葉さんはトイレに立たず、加えて千葉さんとの会話にも嫌気がさしていた武藤は他の店を狙った方がいいと思い始めていました。そこで武藤は店から逃走しようと考え、千葉さんにタバコを置いていないか尋ねて買ってきてほしいと頼みました。しかし千葉さんはタバコは置いていないというだけで武藤の頼みをいなし、買いに行くことはありませんでした。困った武藤は次にサンプルの携帯電話に着信が来たふりをして仲間を迎えに行ってくると店の外へ出ようとします。しかし千葉さんは店を出た武藤の後をつけてきて、外に出た武藤に腕を絡め店に引き戻そうとしました。外には客引きの男性が数人いたこともあって、武藤は逃走を諦め店に戻ることにします。当初の目的である金を盗むことだけでなく、店から逃げることもできずに時間だけが過ぎていきました。また武藤によると、店に戻った千葉さんは出入り口のドアについている2つの鍵を内側からかけていて、武藤はさらに逃走しにくい状況になってしまったそうです。武藤が逃走できないでいる中、深夜3時頃になってようやく千葉さんがトイレに立ち、武藤にチャンスが訪れます。しかし千葉さんはトイレに入る前に出入り口のドアの鍵を再度確認し、さらにトイレのドアもきちんと閉めないという用心ぶりを見せていたといいます。逃走は困難と考えた武藤は、金だけでも盗んでおこうとカウンター席から身を乗り出し、カウンターの内側を覗き込みましたが、売上金などのありかも分かりませんでした。実はパティオは代金を振り込む会員制のスナックで、現金払いの客はもともと少なく、レジも置いていなかったのです。武藤はこの時やられたと感じたといいます。さらにトイレから戻った千葉さんは、うちは本当は一元さんは入れないと武藤に再び話し出し、武藤の隣の席に腰掛けてきます。武藤もこれに対して、鍵もかけられちゃったしなと嫌味を言い返したところ、武藤曰く千葉さんは次のように返したといいます。私鍵なんてかけてないよ、私のことなんとかしちゃおうと思ってかけたんじゃないでしょうね。
この千葉さんの返答に武藤の苛立ちは頂点に達し、もうしてしまおうと考え、隣に座っていた千葉さんを椅子ごと後ろに引き倒したのです。すると千葉さんは初めからおかしいと思ってたと大声で叫び、激しい抵抗を見せました。大声を出されるとまずいと思った武藤は左手で千葉さんの口を塞ぎ、暴れないように立たせます。すると今度は千葉さんが口を押さえていた武藤の左手親指と人差し指の付け根に噛みついて抵抗したのです。武藤が思わず手を離すと千葉さんはまた大声を上げて騒ぎ出しました。いよいよ焦った武藤はなんと千葉さんの背後から首に左腕を回し、左手付近に右腕を十字に重ねて数分間千葉さんの首を絞めたのです。さらにそのままの体勢で千葉さんの体を持ち上げて1分ほどが経過すると、千葉さんは抵抗しなくなっていました。武藤は千葉さんを床に寝かせ息がないことを確認しましたが、店内にあったカラオケのマイクコードを千葉さんの首に二重に巻きつけて、両端を強く引っ張り、さらに首を締め付けています。こうして千葉さんの息の根を確実に止めた後で、証拠隠滅を図るために店内で触れたところの指紋をおしぼりで拭き取ったのです。それから店内にある現金を探したところ、カウンター内側の棚に置かれたポシェット内に8000円と小銭があったため、これを自分の上着のポケット内に入れました。さらに武藤は猥褻目的の犯行に偽装するため、千葉さんのスカートをめくり上げ、下着を途中まで引き下ろしたのです。最後まで被害者の尊厳を無視した最低な犯行でありました。その後武藤は店内にあったタオルでドアノブを掴んで指紋を残さないようにして店外へ逃走。そして朝になって千葉さんの内縁の夫の連絡をきっかけに事件が発覚することになったのです。内縁の夫は実は午前3時頃にも帰宅の遅い千葉さんを心配して一度電話をかけていますが、その頃まさに犯行が行われていた頃であり、千葉さんが電話に出ることはなかったのです。武藤により命を奪われてしまった被害者の千葉さんは、若い頃から自分の店を持つことが夢でありました。生まれ故郷の栃木県足利市から愛知県名古屋市に移り住むと、クラブのホステスとして働き出します。その頃に内縁の夫と出会い、彼から資金提供を受けて1979年にパティオをオープンさせました。以降1985年からは同居を始めて、仕事と内縁の夫のこの養育に励んでいたそうです。子供が自立してからは内縁の夫と穏やかに自由な時間を過ごしており、孫と会うことを楽しみにしていました。そんな千葉さんの時間は身勝手な武藤によって突然断たれてしまったのです。しかも武藤は千葉さんを手にかけて逃走した後も無銭飲食および窃盗事件を起こしており、全く反省の様子を見せないまま逮捕されることとなりました。逮捕時の武藤の所持金はたったの10円で、無銭飲食の犯行に使用するための偽名刺数種類を所持していたことからも、その生活ぶりは明らかでした。2002年5月に行われた初公判では、武藤は起訴事実を全面的に認めています。この公判中には千葉さんの内縁の夫が傍聴席の柵から身を乗り出し、てめえこのバカ野郎俺がしてやると背後から武藤に襲いかかるという騒ぎが発生しましたが、武藤が動揺を見せることはありませんでした。ただ公判の途中から武藤は主張を一転し、殺害後に金を奪おうと考えたと強盗殺人容疑を否定するようになったのです。論告求刑公判で検察側は、過去に告示する手段で殺人を犯し服役の前科があるにもかかわらず反省することなく再犯したとして武藤に死刑を求刑しました。一方の弁護側は黙らせようと首を絞めたが、この時点で金を奪い取る意思はなかったとして殺人や窃盗の合併罪が妥当と主張し、有期懲役刑を求めました。そして2003年5月15日武藤に言い渡された判決は無期懲役でした。一度認めていた強盗殺人を否定した武藤の態度や犯罪行為を繰り返している点から、武藤には反省の念が乏しいとしながらも、当初から強盗殺人の計画ではなかったことなどが考慮されていました。売上金を盗むことを諦めて店から逃げようとしたものの失敗し、出入り口の鍵をかけられたことから心理的にも追い詰められての犯行であった一面を否定できないともされたのです。また前科はあるものの、強盗等の前科はなく、宣告刑も有期懲役刑にとどまっていることや、公判において遺族に対する謝罪の気持ちを述べるなどして一応反省の態度を示していたことが考慮されての結果でありました。この判決に検察側は、量刑は軽すぎて不当であり極刑が相当であるとした一方、弁護側は量刑は重すぎて不当であり酌量減刑の上有期懲役刑が相当であるとして双方が控訴しました。
そしてこの控訴審で武藤の運命は大きく変わることとなりました。2004年2月6日の控訴審判決では原判決が破棄され、武藤に死刑が言い渡されたのです。弁護側は武藤は千葉さんの言葉に立腹しカッとなって椅子ごと押し倒したところ、大声で叫ばれたことから千葉さんを静かにさせたい、店から逃げたいという気持ちから犯行に及んだと主張していました。しかし関係証拠から見ていくと、武藤が警察に捕まり再び刑務所に行くのは避けたいという気持ちから犯行に及んだと推認するに十分であるとされたのです。また武藤は千葉さんが一元さんは入れないとたびたび話していたことに気分を害したと言いますが、千葉さんは初めて来た武藤に詳細な身の上話までしていたそうです。そのことから千葉さんは武藤に不快感を与える意味で一元さんのことを言ったのではなく、武藤を信用して受け入れていたことが認められました。そうすると武藤が逃げないように千葉さんが出入り口の鍵をかけたという武藤の供述は信用できないとされ、千葉さんの言動に触発された犯行と見ることはできないとされたのです。他にも一審では無期懲役に科された前科はないことなどが考慮されましたが、ほぼ満期に至るまで服役し、更生の機会がありながら今回の悪質な事件を起こしたことの方が重視されました。また一審で反省の様子を見せていたことについても、冷酷な犯行に及んで平然と罪証隠滅工作を行っていたり、生活態度に改善がないことを鑑みると反省の態度を評価することは相当ではないとされたのです。こうして判決は無期懲役から極刑へ厳しいものへと変わりました。弁護側は上告しますが、2007年3月22日に最高裁は指紋を拭き取っていることや偽装工作を行った点を挙げて犯行は極めて悪質として控訴審の判決を支持し、上告を棄却しました。この判決により武藤の極刑が確定となったのです。武藤はこの判決を受けて、加害者は一日も早く忘れたいが遺族は一生忘れられない、俺の死刑のボタンは遺族に押させてやってくれと言葉を残しています。しかしその後武藤は2008年12月に恩赦を出願し、2010年9月に棄却されると、この月のうちに再度恩赦を出願しています。ですが2012年9月にこれも棄却され、それから5ヶ月後の2013年2月21日名古屋拘置所にて武藤の刑が施行されました。人生のおよそ半分の時間を刑務所で過ごした武藤は63歳で人生の幕を下ろしたのです。刑務所へ何度も送られた犯人が全く後悔や反省の念もなく犯罪行為を繰り返し、不条理に人の命を奪ったこの事件、あなたは武藤が犯罪行為を止められなかった原因はどこにあったと考えたでしょうか。よこしまな気持ちを持ちながら店に居続け、果てには事件を犯した武藤の犯行の卑劣さを考えると、千葉さん本人と残された家族はただただ無念であったのではないかと思います。犯行の理不尽さと犯人の生き様に強い不快感を抱く痛ましい事件の一つとなっています。千葉春江さんのご冥福をお祈りいたします。